はい、それでは 2A3 シングルアンプの制作第2回目スタートしていきたいと思います。今日は部品購入、部品を買っていきたいと思います。で、部品を購入する際になかなか悩ましいのがケースの選定ですね。どういうケースの上に作っていくのかということなんですけれども、特に大きさが難しいんですけれども、これについては正直いろいろ世の中に出回っている既製品のですねサイズを参考にされるのが一番間違いないんじゃないかなと思います。それからケースを買って自分で作っていくというふうになりますと、いろいろなですね工具が必要になったり、なかなかちょっと難しいところもあったりするので、そういう場合はですね、ケースの加工をやっていただく専門の業者さんというものがありますので、そういうところにお願いするというのも一つの手かなというふうに思います。で、今回選定したケースはリードという会社のですね、S2 という型番のものでございます。横幅が40センチ、奥行きが28センチというサイズのものになっています。で、こちらを今回は実際に、手作業で加工していくわけなんですけれども、それがなかなか大変だというふうに思われる方はですね、例えば一例として、ここに挙げていますような、これ、オーディオウィンズさんですね。私も何度かこちらでケースの加工をお願いしたことあるんですけれども、こういうふうな業者さん、他にもいろいろありますので、こういうところにですね、ケースの発注と、それから加工の発注、お願いするというやり方もあるかと思います。で、前回のラフ設計の回でですね、今回こういうまずざっくりとした部品の定数、部品のですね数値で進めていきたいというふうにお話ししたかと思うんですけれども、実際ここに書いてある数字の部品を買おうとするとですね、探せばあるのかもしれないんですけれども、通信販売等々で簡単に手に入らない場合もありますので、少し手を加えました。特にですね、ここの抵抗の部分ですね、最初は750オームだったんですけれども、なかなか購入しにくいということで 1.5 キロオームの抵抗を並列にすることで750オームを作っていこうというふうに考えました。それからここにですね、耐圧700ボルトのコンデンサー、電解コンデンサーを書いていただくかと思うんですけども、これもなかなか手に入りにくいということなので、450ボルト耐圧の電解コンデンサーを縦に直列につなぐことで、耐圧を見かけ上上げていくというふうなことで、部品を選んでみました。こちらをですね、購入していくわけなんですけれども、秋葉原に行きますと、こういう部品を売っているお店、いろいろありまして、そこを巡るのも非常に楽しいんですけれども、もし地方の皆様がですね、こういうことを試されたいと思った時に、なかなか東京の秋葉原に行くの難しいということもありますので、今回は試しに、全部通信販売で、買ってみるというふうに考えました。で、このラフデザインに載っている部品を一覧にしたものがこちらになります。で、例えばトランスですね、真空管の類、それからケースとかスイッチの類、抵抗コンデンサー、こういったものが並んでいます。で、これをですね、買うお店もここに記載しています。で、一つ注意事項なんですけれども、こちらの部品のリストはですね、暫定とありますように、まずこのラフデザインで作ってみようということで、決めたもので、出来上がった後にですね、いろいろなところを測定して調整する可能性がありますと。で、その結果ですね、抵抗の値とかコンデンサーの値が変わってくる可能性があります。で、最終的にフィックスしたいろいろな部品の数値、そしてそれを一覧にしたものはですね、今後ブログの方に上げていきますので、もし参考にしてご購入される場合は、そちらの最終版、フィックス版のリストをご覧いただくのがよろしいかなというふうに思います。で、ここに購入先の例として挙げましたけれども、これ私もいろいろこちら利用させてもらってます。トランスはですね、他にもいろいろ
秋葉原に行くといいお店いっぱいあるんですけども、今回はゼネラルトランスさんというところを使ってみようかなというふうに思ってます。それから次、真空管ですね。真空管もはい、いろんなところでご購入できるんですけれども、今回はこのクラシックコンポーネンツさんというところで買ってみようかなと思いますが、このクラシックコンポーネンツさんですね、もし皆さん何かの用事でですね、東京近郊にいらっしゃることがあったらですね、ぜひ一度寄ってみられてはいかがかなと思います。非常にたくさんのですね、新旧の真空管が所狭しと並んでまして、もうお店に行くだけでですね、本当にワクワクするというようなパラダイスのようなお店でございます。そして、もろもろの部品を買うならということで、私も非常に何度も利用しております戦国伝承さんの、ウェブサイトですね、非常に幅広い部品が手に入りますので、非常に便利で利用させてもらってるんですが、先ほどの暫定の部品リストの中で、ここにあります50オームB カーブのボリュームですね、これがですね、本当は戦国さんの実店舗に行くとあるんですけれども、なんでか知らないんですけど、ウェブサイトでは買えない、一覧に出てこなく、見つけられることができなかったんですね、私で。困ったなと思ってネット検索してましたら、またまたお助けウェブサイトですけれども、モノタロウさんですね、工具とかも私ここでよく買いますけれども、このモノタロウさんに同等のものがございました。ちょっと送料の問題とかですね、手間がかかってしまうんですけれども、同じ数値の部品が欲しいなと思われる方は、こういうところからも、購入可能であるということを、知っていただければなというふうに思いました。はい、それでは実際にですね、ウェブサイトで、ポチポチポチっと買っていきたいというふうに思います。はい、注文していた部品が届きました。まずね、手前に並んでいるのこの辺りがトランス類ですね。そして、こちらが抵抗とかコンデンサー、そういった細かい部品類で、奥にあるのが今回使うアルミのケースですね。そしてこの辺りですね、はい、真空管があります。ひときわ大きい、これが 2A さんですね。ちょっと開けてみます。うん、いいですね。はい、こういう風に部品が届くとテンション上がりますね。はい、では早速作っていきたいと思います。